ダーパグランドチャレンジダーパグランドチャレンジとは国防高等研究計画局によるロボットカーのロボットカーレースであるアメリカ合衆国では防衛上の先進的な課題の解決方法として従来の枠組みにとらわれない手法を求めこのような競技を行い問題点を洗い出し解決の糸口を探っている最初の競技ではミホソウルを 制限時間内に走破するものだった。2007年11月3日に実施された3回目の競技では市街地を想定したコースが用意された。完全な自立型自動車は国際的に多年にわたって開発が行われている。日本では1977年から開発が始まった。ドイツでは、イタリアでは、欧州連合では、アメリカや他の国でも行われている。 グランドチャレンジは世界初の長距離無人自動車の競技である。他の無人自動車の研究ではより伝統的な商業的あるいは学術的な努力が行われてきた。合衆国議会は DARPA に対して2015年に自律的な無人軍用車の比率を1、3にすべく最初のグランドチャレンジの賞金の拠出を承認した。2004年に開催された時にはディレクターを務める。 トニーテザー博士が次回の賞金は200万ドルに増額すると発表した。2007年のアーバンチャレンジでは第1位、2位、3位にそれぞれ200万、100万、50万ドルの賞金が贈られた。競技の参加は世界中の個人や組織に対して開かれている。参加者は高校生、大学生、企業、他の組織と多岐にわたる。100以上のチームが 最初の年に参加して、幾多の技術をレースに持ち込んだ。2年目は195チームが36州と4カ国から参加した。レッドチームレーシングの1986年式、HMMWV サンドストーム2004年3月13日に、モハーベ砂漠で開催された第1回目のダーパー、グランドチャレンジでは総距離150マイルでどの車両も、 ゴールまでたどり着けなかった。カーネギーメロン大学のレッドチームのサンドストームが、スイッチバックの曲がる箇所で岩に乗り上げて動けなく、なるまで1 1 7 8トルまで走った。勝者はいないと宣言され賞金は与えられなかった。ビアボトルパス2度目のダーパグランドチャレンジは、全長2 1 2トルのオフロードコース、制限時間10時間であり、 2005年10月8日午前6時40分に開始された。決勝に進出した23台のうち、1台を除いた22台が2004年の最高記録の 11.78km を上回り、5台が完走した。2005年のコースは片方が崖の霧立った岩山の曲がりくねった山岳地帯を越え、3カ所の狭いトンネルを通過して100回。 以上の左右の半径の小さい曲がり道を走破し、最後にビアボトルパスと呼ばれる1.5マイルほどの狭くて難しい区間を通るものであった。とはいえ、2004のコースでは、スタート直後にいきなりもっと段差があったりコース中に鮮明なスイッチバックがいくつかあったのに比べ、2005年のコースではカーブが大幅に少なくなり、全体的に道幅が広くなっていた。 ということは、無人自動車にとってはかなり救いとなっていたはずである。スタンフォード大のチームリーダーのセバスチャン・トゥルーンは、以前は、カーネギー・メロン大学の教員であり、レッド・ウィッタカーはやはり、カーネギー・メロン大のチームリーダーだったので、ある意味自然な結果だが、スタンフォード大学とカーネギー・メロン大学は、互いに良きライバルになりこのレースを競い合った。 H1 ブランダーはそれ自体の機械的な故障に悩まされた。グレーチームは大会数週間が前にハリケーンカトリーナの被害に遭っていたので順位云々ではなく参戦したこと自体を評価してやらねばならない。押し越しコーポレーションのテラマックスは大型のトラックで夜間は進まず暖気運転で朝を待ち慎重に ビアボトルパスを通過し2日目にゴールまでたどり着き、制限時間の10時間を超えてしまったので厳密に、言えば失格だが、一応は、第5位の、乾燥車となった。各チームの公演企業は、以下通りであり、これらの企業の多くが、その後、自動運転技術の開発にも関わるようになった。スタンフォードレーシングチーム、アンドロイド、アプラネックス、コベリティ、グーグル、 ハニウェル、インテル、モア・ダビド・ベンチャーズ、NXP、レッドブル、タイズックス、フォルクスワーゲン・スタンフォード・レーシング・チーム、キャタピラ、コンチネンタル、GM、グーグル、イベオ、インテル、マケーブ・ソフトウェア、モービライ、ネットワーク・アプライアンス、テレ。アトラス、ベクター、カンテック、ビューポイント2007年度の競技に参加するために、開発された、 車両ダーパーアーバンチャレンジの決勝で退治したスタンフォードレーシングとビクター・タンゴ3度目のダーパーグランドチャレンジはアーバンチャレンジとして知られ2007年11月3日に今では閉鎖されたジョージ空軍基地で開催されたコースは市街地を想定した総延長 96km で6時間以内に完走することが求められたルールは 他の車列や障害物に対応したり車列に合流しながら全ての交通規則に従うことも含まれてた。これまでの競技とは異なり2007年のアーバンチャレンジは A と B の2つのトラックに分けられて開催された。トラック A とトラック B のすべてのチームは同じ競技コースの一部だがトラック A を選択したチームは US100 万ドルドルの予算を受けることができた。 これら11チームは主要な大学と大企業で構成された。それらは、カーネギー・メロン大学は、ゼネラル・モーターズと組み、スタンフォード大学は、フォルクスワーゲンと組み、バージニア工科大学は、ビクトル・タンゴとして、トルク・テクノロジーズと組み、オシコシ・コーポレーション、ハネウェル、レーセオン、カリフォルニア工科大学、オートノマス・ソリューションズ、コーネル大学とマサチューセッツ工科大学である。 トラック A での少数の独立した参戦者の一つがザゴーレムグループだった。ダーパは公式にトラック A のチームを選択した理由を説明していない。チームは断片的な画像化された競技コースの地図を渡された。少なくとも一つのチーム、タータンレーシングは改善された誘導のための追加的な目標地点を挿入することによって地図を強化した。 チームジェファーソンによって公開された報告の論文ではダーパによって与えられた地図とタータンレーシングで使用されたコースマップとの対比を画像で示した。完走した6チーム優勝したタータンレーシングはシボレー他ホのボスで参戦して200万ドルドルを受け取った。2位のスタンフォードレーシングは2006年式フォルクスワーゲンパサートワゴンの ジュニアで参戦して100万ドルドルを受け取った。3位のビクトルタンゴは2005年式、フォードエスケープハイブリッドの、オーディンで参戦して50万ドルドルを受け取った。MIT は4位で、コーネル大学とペンシルベニア大学、リーハイ大学も同様に完走した6チームが完走した。2004年と2005年の競技は車両にとってはより物理的に挑戦的な。 競技でロボットは隔離されて他の車両とは通過時のみ他の車両を検出した。アーバンチャレンジでは全ての交通法規に従ってコース上の他のロボットを検出して避けることができる車両を製造することが設計者に必要とされた。これは車両のソフトウェアがリアルタイムで他の車両の行動に基づいて 知的に対応しなければならないとして、より高度なソフトウェアの開発が要求された。これまでの自立型車両の開発では高速道路での走行のように構造化された状況に焦点を当てていたが、この競技では4カ所の交差点で停止するようなより雑然とした都市環境で動作して相互に洗練された通信を実行することが求められた。 ダーパロボティクスチャレンジは発展途上の人型ロボットに特化した競技である。競技の第一の目標は複雑で危険な作業や分解、人間工学上の環境で実行する能力のロボットを開発することである。2012年10月に設立され2013年6月に仮の大会が開催された。さらに2回の競技が計画され2013年12月に 予選と2014年12月に決勝が予定される。以前の競技とは異なり、車両の製造は、ロボティックスチャレンジの範囲には含まれない。2012年8月に、ダーパは、ボストンダイナミクスは、ソフトウェアのチームが競技に使用する、ペットマンを元にした同一仕様のロボットを開発して8台、製造する契約を交わした。 契約総額は1088万2438ドルで、費用に利益を加算した契約で2014年8月9日に完了することが期待される。2013年4月22日、ダーパは、グランドシステムの100万ドルドルの賞金を、ファーストアダプタブルネクスト、ジェネレーショングラウンドビヒクルモビリティ、ドライブトレインチャレンジの勝者として、 オハイオとテキサスとカリフォルニアの3人に与えた。グランドシステムはの提出した最終的な設計は必要な性能と製造の難易度を測定して最高得点を獲得した。最初のファングチャレンジは2013年1月14日に始まり1000人以上の参加者が200以上のチームでメタ設計ツールが使用されアダプティブビヒクルメイク コラボレーションパターンが1000種類の潜在的な移動手段とドライブトレーンのサブシステムの設計とシミュレーションのためにテネシー州ナッシュビルのバンダービルト大学で開発された。ファングプログラムの目標は専用に開発されたメタ設計ツール、モデルライブラリーとビークルホルジュプラットフォームの試験である。 2005年のスタンフォードのコンピュータビジョン機械、学習コンポーネントの技術論文とソースコードは公開されている。2007年のアーバンチャレンジのチームは、センサーデータの解釈、計画、及び実行のために、様々なソフトウェアとハードウェアの組み合わせを採用した。ありがとうございます。